10月7日、金曜日の山陽新聞ニュースです。岡山城天守閣の大規模改修工事の完了に伴い、宇城公園の通行規制エリアが縮小され、8日から天守閣がある本団を除いて自由に立ち入りできます。天守閣の耐震化や展示のリニューアルとともに、園内の石段には景観に配慮して木製の手すりを設けるなど、バリアフリー化を図りました。 倉敷市の大原美術館は7日、大原家の旧別邸、有林層の特別公開を始めました。室内には、マティス、光と色とと題し、大原美術館が所蔵するフランスの画家、アンリ・マティスの作品を展示しています。マティス作品は10件です。このうち大間に飾られたマティス城の肖像は、画家の小島とラジローが、マティス本人から直接購入したものです。 作品展示は23日まで行われます。岡山県商工会女性部連合会は、県内各地の特産品を詰め合わせた、鬼嫁のごちそう瓶の販売を始めました。11月15日まで、オンラインなどで予約を受け付けています。県内20の商工会の女性部員が選んだ品を、備前と、備中、そして、みまさかの3ブロックに分け、 それぞれ200セット用意しました。価格は1セット4000円で、別途送料が必要です。続いて、天気予報です。10月8日、岡山県南部は、晴れ、昼過ぎ、まで、時々、曇りでしょう。最低気温は16度、最高気温は23度でしょう。岡山県北部は、曇り、夕方、から、 晴れ、ところにより、昼前まで雨でしょう。最低気温は15度、最高気温は21度でしょう。降水確率は、岡山県南部、午前0%、午後0%、岡山県北部、午前20%、午後10%でしょう。ニュースの詳細は、山陽新聞、もしくは、サンデジをご覧ください。